そしてジャンの鐘の音が溶け合う昼下がりだ。2日続きでねぶたを濡らした雨も今はすっかりと上がっております。空は曇天。さあその中、こちら肉眼から姿を現しました、見えてまいりました9番、今話題に上っておりました小島であります。そしてその後ろ本田晴美が出てまいりました。その後ろ7番車、故郷の児玉博史であります。そして児玉博史、バンクの座敷わらし、いきなり登場してまいります。しぶとい児玉、眉間にしわを寄せている厳しい表情、戸部秀雄。神山が戦線離脱、果たしてどう戦うか戸部。そして話題の中心、その一人市田であります。爽やかな表情だ、眉毛がキリリとしている。いつものように平常進化、ひょうひょうとして見えるぞ山田裕二。その突撃隊長山田から、今日も相変わらずごつい高木貴博、石橋貴明一押し、3番車真紅の高木、そして金田健一郎であります。今日は一打にぴったりとついていく。さあ西の横綱吉岡、先ほど直前リポート設楽さんによりますと、険しいというよりは厳しい表情と言っておりました。第14回全日本選抜競輪、いよいよ決勝の時を迎えました。各社が並びます。引いた絵柄で見ますと、このテレビ画面、一見閑散とした風景にも見えるかもしれませんが、ここには目に見えない地のエネルギーが立ち上っております。さあ各社が並びます。一番車は吉岡です。さあ今1レーン、そして1コーナー方向に向かいます。吉岡、まくりの限界なら俺は九州男児だ、荒々しい走りは好きなんだと語ってくれました。今日は白の一番車、そして臨海の孫悟空、金田健一郎、一打の番手から風に乗るか。この金田健一郎出てまいりました。宮杯に続く王座を狙う筋骨隆々、胸板の入道雲、高木貴博。さあ青森に来る前日、自分で前髪を茶髪に染めて変身を遂げた長良の高速艇山田裕二だ。一重まぶたで切れ長なお目をした浮世笑顔、大舞台で実力を発揮するか。キラ星のごとく出てきた一打。そして最愛のパートナー神山は準決勝で消えた。決勝においてはバンクの未亡人と化してしまった戸部、しかしながら3番手から行くか。続いて7番車の児玉、年がら年中小豆島でもがきの練習。小豆島といえばオリーブ、そうめん、そして二十四の瞳、そしてこの児玉博史であります。8番車は本田晴美、その風貌はまさに風のモアイ像。岡山のベテラン本田晴美は8番車。さあファンの声援で血がたぎるか、闘牛小島であります。さあ今号砲一発、出しぶりか、出しぶりでありましょうか。ゆっくりゆっくり行きます。さあ戸部が行くかというところ、山田も伺う、そして吉岡も伺っていく。容易に S を取らないといった感じの吉岡であります。号砲が鳴るとこういったファンの声援、ヤジというものが子守歌に変わります。こんな動きは見たことがない。1コーナー手前、ものすごい牽制でしたね。中野さん久しぶりですね、やっぱりあの全員がね、3人が3人とも先行すると非常に強いということで、はい、やっぱり後ろ攻めをしたいというね、気持ちの表れですね。そういうことですね。さあまずは4番の山田が行きました。いろいろな予想がある中で思ってもみなかった出しぶりからのあのスタート。1コーナー手前、ぐるぐるっと自転車が回転しているかのような、まるでダンスでも踊っているかのようでありました。誘導車にぴったりをつっとついて前受けという形になりましたが、この山田裕二であります。さまざまな駆け引き、周囲を見ておりましたが、ようやく山田が前受けという形になりました。さあどうでしょう、山田、小島という闘牛を今日は操るか、また通る山田であります。さあその後ろに飛べ、これはですね、はい、山田君が前に行ったということで、あの小島君が前に上がるのか、それとも山田君が下がってくるのかっていうところはね、そうですね、ちょっとポイントになりそうですね。今度は吉岡が行きました。金田もついていきます。一打との連携、金田、さあ吉岡が行きます。吉岡がスルスルっと進んでいきますと、外から8番車の本田が行こうという体勢であります。この吉岡と本田、メダリストラリー世界選手権金メダリスト本田、そして銅メダリストの吉岡、吉岡にスルスルっと本田が近づいていきます。本田晴美が近づいていきます。
本田晴美18はどうでしょうか、志村さん。さあ18の様相、やはりさっき中野さんが言ったように、はい、一旦ですね山田が下げるという、下がりましたね、はい、3番あれを吉岡がねすんなり下げるかどうかっていうところはねちょっと見どころだったんですが、はい、まあ、このあたりすんなり下げさせたところを見ると、まあ、吉岡も自信が若干あるんじゃないですか。なるほど、はい、さあなんか並ぶような状態になりました、吉岡と本田であります。どうなんでしょうかこの後の動き、一打が3番手を行きます。一打連日怒涛の活躍ぶりであります。今日は果たしてこの強敵ベテラン勢を前にして一打怒涛の親父狩りを敢行するんでありましょうか。そして金田健一郎、岸和田グレンタイ、岸和田出身であります。その後ろにピタッとつけました戸部秀夫、数々の事故大怪我から見事に復活、傷だらけの英雄戸部が中段あたりであります。そして小島、太ももは千年過ぎ、ふくらはぎはキャタピラであります。加賀百万石先行、今日は9番車の小島が見せるんでありましょうか。山田がすんなりようやくその後ろに入っております。マタドール山田、そしてその後ろにうるさい存在児玉ひろし、小豆島のもののけ姫、どんな有限な動きを見せるんでありましょうか。山田の後ろ、そして最後方から高木貴博であります。さあ石橋貴明さん一押しだ、法政二高が生んだ筋肉レーサー高木貴博、最後方からチャンスを伺う、気を伺うといったところであります。さあ正攻法でいきます、ゆっくりとした秩序ある動き、吉岡が例によりまして右肩左肩グッグッと力を込めていきました。さあそしてその後ろに本田がぴったりと近づけてやります。その後ろ3番手が市田、市田の後ろに金田、そして戸部と続いております。そして後方のラインは中部ライン、この石川の小島を先頭にいたしまして、その後ろに山田、さらには児玉、そして高木という心当たりの動きがいよいよ中野さん見ものということですね。そうですね、多分小島が先に動くでしょうから、はい、まあ、その時に、高木は山田のところに追い上げるという形を取るんじゃないですかね。なるほど、はい、あとはその時吉岡一打の動きですね、一打が一回叩くのか、それとも、そのまま吉岡の3番手でじっとしとくのかっていうところですね。あ、さあ高木がスルスルと外から上がっていきますと、おっと山田と競り合うか、山田と競り合うか、ちょっと小競り合いが見られました。出ていった、小島が案の定出ていきました。残り2周の赤番通過。さあ間もなくジャンの音が聞こえてまいります。吉岡が見ている、チラチラと見ている、市田も見ている、小島はまだ行かないか。さあ市田が行った、まずは市田が行きました。まずはバックストレートで市田がかけていく。さあそれに合わせて吉岡も行くか。さあジャンを聞いた瞬間から1周半の徹底度先行、主導権を握るのか小島。さあねぶたの祭り林とジャンが溶け合うぞ。小島が徹底先行、吉岡が行く。さあ残り1周だ、吉岡が行きます。第1コーナー吉岡がかけていく、一気にバックストレートでまくろうという体勢なんでありましょうか。吉岡風の調教師、吉岡風の調教師となるか、まくるか。さあ小島が頑張っている、吉岡流石系、吉岡行く先行、流石系まくっていくか。おっと合わせた高木、吉岡ダメか。さあ小島が行く、山田が来た、おっと児玉が右手を上げた。そして山田だ。中野さん、はい、いやー吉岡行ったんですけどもですね、3番の山田にブロックさ、高木にブロックされましたからね、これじっと足をつかないで待ってた、今これ分かんないですね、山田と児玉、一応ね手を挙げたのは児玉なんですけど、これ内側から伸びてますからね、意外と分からないですね。そうですね、はい、よく選手自身も間違えますからね、はい、これはね本当に微妙ですよ。微妙ですね、これ間違いなく写真判定ですから、はい、決定を待ちたいと思います。軽はずなみなことは言えませんけども、今どんな心中でしょうか児玉、まだ確信しているのか、それとも多分ね児玉はね勝ったと思ってるんですよ。あ、思ってますか。でもこれはちょっとわからないです、山田がひょっとしたら届いてるかもしれないですね、はい、非常に微妙です。まあ吉岡も熱いでしょうね、あれだけ綺麗に行きかけたんですけども。そうですね、まあ、あれはでも仕方がない展開になりましたね、はい、まあ、あれはだけども最初から分かってたことだと思いますので、あれをその突っ張って出るって、まあ、一打に一度かぶされてますから、はい、一度引かなきゃいけないという、まあ、その引いてすぐ行ったんですけどね、はい、まあ、この辺りはやっぱ小島が、非常に強いというところですね、力強いと言いますか。小島もね、あの素晴らしい足を見せてですね、はい、予定通り早めから。そうですね、結局一打の出番がなくなりましたね。そうですね、吉岡にかぶされたということで、一打が行くところがなくなったという、うん、まあ、競り合う気は先ほどの話で言えばなかったでしょうから、はい、今ね、あの中部の選手が結構山田の周りいるんですよ、あの小玉が手を挙げたこと、ひょっとしたら勝ってるかもしれないぞみたいなことはね、あ、多分言ってるんですね。あ、そうですか、失礼いたしました、はい、決定1着4番山田、2着7番小玉、3着6番戸部。
第11レースの払い戻し金をお知らせいたします。枠番連勝単式4と5の組1660円、車番連勝単式4番7番3120円。もし準備が良かったら設楽さんインタビューの方お願いします。それではお待たせいたしました、優勝いたしました山田裕二選手です。おめでとうございます。ありがとうございました。グランプリを取られた時に1着と2着こんなに違うものかとおっしゃいました。写真判定待ってる間どうでしたか？いや、この差は大きいです本当に、はい。さあ、そして今回さえコンディションどうでしたか？そうですね、順位の時によく車が伸びたんで、まあ、調子はいいと思ってました、はい。そして小島選手とのライン戦どうですか？いや、最後小島君に追い上げるつもりだったんですけど、かかりすぎて前まで行けなかったんですけど、まあ、でもね、後ろから吉岡君が来たの見えたんで、とりあえず1回止めに行こうと思って、小島君に怒られると思ったんで頑張りました、はい。さあ、これで大きな大きなタイトルを手にしました。ファンの皆さんにどうぞお答えください。はい、グランプリの時は初めてだったんで俺言えなかったんですけど、僕は弱い選手ですけど、ファンの皆さんが応援してくれるんで、調子悪くても頑張ることができます。これからもまた応援してください。どうもありがとうございました。山田裕二選手に伺いました。続いてそれではプレゼントクイズの抽選を行います。